皆さんこんばんは、エアです。はい、映画レビュー6回目になります。本日はですね、マイブックショップ、これ私とっても楽しみにしておりました。元商店員なんです。はい、というわけで、まずはあらすじからいつものようにお伝えしたいと思います。舞台は1959年のイギリス、ある海岸地方の町。戦争で夫を亡くした女性フローレンスが、書店が一軒もなかった町で夫との夢だった書店を開業しようとする。女性の開業がまだ一般的ではなかった保守的な地方の町で、フローレンスの行動は住民たちに冷淡に迎えられる。ある日、彼女は40年以上も邸宅に引きこもり、ただ本を読むだけの毎日を過ごしていた老婦紳士と出会う。フローレンスは読書の情熱を共有するその老婦紳士に支えられ、書店を軌道に乗せるのだが、彼女をよく思わない地元の有力者夫人は書店を潰そうと画策するという話でございます。マイブックショップ、主演がエミリー・モーティマーですね、とビル・ナイ、パトリシア・クラクソンという非常に豪華な夫人となっております。この映画なんですけども、まず最初にびっくりしたのが、この映画クレジット配給がドーンと出たのが、なんと心を動かす映画社丸なんですね。ココマルシアターでおなじみの、もう私今ココマルシアターがどうなってるのか知らないぐらいなんですけど、この会社ね、びっくりしちゃった。ココマルシアターはすごい問題になってたじゃないですか。でもこの心を動かす映画社丸が配給する映画って結構、マイビューティフルガーデンとか、ダイビューティフルとか、それこそ私の少女時代かとか、なんかちょっとだけ公開して、あともうなんかどの方法でも見れません、ソフトも配信も未定ですみたいな、幻の作品みたいになっちゃってた状態だったから、すごくやばいんじゃないかみたいな言われてたんですけど、いきなり去年全ての作品、今までの配給作品、劇場公開した配給作品をソフト化するっていう暴挙に出ましたよね、この会社で。すごいなんかびっくりした記憶があって、それ以来忘れてたわと思ったら、ドーンと出てちょっとびっくりしたんですけどはい、では映画の内容でございます。監督イザベル・コイシュですね。なんだ、死ぬまでにしたい10のことであるとか、あとパトリシア・クラクソンの前のやつ、なんとかの回り道、なんだっけ、幸せへの回り道、自動車教習を御年にして受けようとしているパトリシア・クラクソンと、インド系の教授じゃない、教えてくださる先生が仲良くなって交流深めるっていうような話だったんですけど、私このなんとかの回り道結構好きだった思いがあります。だから別にイザベル・コイシ自体にそんなに悪いイメージとかなくて、まあ、すっごい好きとは言うわけでもないんですけど、まずね、この舞台がどこなんだろうなっていうことにまずは頭を結構長い時間割いてました。なんか港町だけど、アイルランドほどの訛りもないし、なんか話的にロンドンによく行くみたいな話が出るから、一応イギリスのどっかなんだろうなと思いつつ、それにしては綺麗な英語をみんな喋るなとか思いつつ、すごいそういう無駄な時間が長かったでね、この主人公はすごくね、ナレーションが入るんです。誰のナレーションかっていうのは最後に分かるんですけども、この主人公の、名前忘れちゃったけども、とりあえずエミリー・モーティマはすごく我慢強いと。で、先祖から受け継いでいる古いお家をですね、改装して、その本が大好きだから本屋を開きたい。で、村人は全然本読んでる人がいないから、みんなに読んでもらって本の素晴らしさを知ってもらいたいっていう、かなり気高い志を持って本屋を作られました。そしてね、ですね、ナレーションで何度も彼女は我慢強いっていうのを言うんですね。で、彼女のね、ですね、楽しみというか息抜きが海岸ですね。港町なので海がすぐ近く、その岩場でぼーっとするのが好きなんですね。そこでね、そのさっき出てきた隠居しているビルナイとニアミスしたり、本当にニアミスなんですよ。お互いの姿をキャッチしてはいるけど声はかけないみたいな。ビルナイが超引きこもりの本好きなんですけどね、このビルナイのね、設定超良かったんですよ。引きこもりの超読書家なんですけど、本を愛する人なんですけど、作者を愛さないんです。その作品自体は好きなんだけど、その作品は人によって作られたものではないっ
ていう考え方を持ってる方なので、あの外国の本っていろいろ本にその作者の人の写真とかがデカデカと載ってるじゃないですか。だからその部分だけ破り捨ててダウンロード焼くみたいなシーンがすごい面白いなと思ったんですけど、うん、まあこの反応見て分かる通り、私この映画そんなに面白くなかったです。退屈なんですよね。その本屋を開いて経営するっていうくだりも退屈かな。うん、あの本が好きで広めたいっていう気持ちは分かるんですけど、それと仕事っていうのは別なのに、銀行家をまず吊るし上げたりするの違うと思うし、でその、ま、村だからすごく噂話が蔓延してたりとか、そのパトリシア・クラークさんはすごく権力を持ってる人でみんな逆らえないみたいな感じなので、そのパトリシア・クラークソンがこの、 エミリー・モーティマのことをよく思ってないから潰しにかかるんですけど、そこでねみんなが逆らえないからなかなか エミリー・モーティマが軌道に乗れないっていうのがあって、それがすごくいわゆる日本でもよく聞く村八分文化なのかな、イギリスでもねよくありそうだなと思うんですけど、ただその動機とかそのそこまでする理由ってとかも分かんないというか示されてないというか、だしその、まあ、主人公が頑張る要素なんだろうな、そのこのブックショップのこの建物にそう彼女は執着してて、ここでやりたいっていうのをずっとやってて、ここは立ち退いて別の場所でやったらとか提案されるんですけど、それも断るんですね。でただすごくあんまり古い家だから環境も良くないのに、ただここにこだわる理由とかも特に出てこないから、うん、ちょっとわからないし、あとその引きこもりでね誰ともね交流しないビル内が途中から協力してくれるんですよ。まあそれは本が好きだからっていうことで共通点があるし、ロリータ当時はその出たばっかりだった時の作品を通して、あのこの小説はいい小説だからその村の人に読んでもらうといいよみたいなアドバイスをきっかけに、あのビル内が本格的に応援をしてくれ始めるんですけど、そのビル内の行動原理とかもちょっとねいまいちよくわからないし、あそこまで引きこもってた人はその一作の作品が、まあ、褒めてはいるけど超なんかもうこれはもう最高傑作だみたいなテンションとかでもないのに動いてくれたっていう、それの動機もちょっとよくわかんなかったし、なんかねいろいろなんか思うところあるけど、一人にこの映画説明不足な部分が多すぎる気がしますね。だからなんだろうな、例えばなんですけど、まあ、例えば彼女は本がすごく好きで本の力っていうのを信じてて、それを人に伝えることでその人も本を通じて変わってくれる、それを信じてくれるとか、だからこそその建物にも古いものに固執してブックショップを開くことによってその文脈自体も含めて村人を変えていこうとか、そんな崇高な考え方とかがあるわけでもないんですよ。今のは全部私が勝手に思っていることで何も示されないので、ただもしそれが正解だとしたらそんなことは一切提示されないから説明不足だと思うし、これが間違っててもそんなこと提示されてないから勝手な私の妄想だから誰も悪くないし、やっぱりね全体的に抑えた演出とかとはまた違う説明不足感が否めないかなと思います。でラストにオチがつく、ナレーションが誰だった、でその人はどうなったっていうような話が一個つくんですけども、それだから何っていうのもあったし、なんだろうな、物足りないかな。やっぱり全体的にすごくその村を舞台とした本の話だからどうしてもスタティックになってしまってるところがあるので、ぶっちゃけちょっと寝た部分もあるから、まあやっぱり退屈っていうのが一番感想としてふさわしいのかなと思います。なのでまあまあ悪くないんだろうけども、その良さは私には伝わらなかったかなという映画になります。はい、マイブックショップ、まだ公開されたばっかりなので、いつだっけな、うん、全然3月9日とかじゃん、前じゃん、京都に来たのが遅かっただけじゃん。というわけでまだまだ地方とかでも回すところがあると思うので、見る人によってね考え見方とかいろいろ変わってくるかと思うので、皆さんも自分のお好きなように見ていただければと思います。ただ私は退屈だった映画です。はい、それでは最後まで見ていただいてありがとうございます。バイバーイ。